共同通信によりますと、自民党の岸田文雄政調会長は24日、東京都内で記者会見を開き、9月の党総裁選に立候補しない意向を表明しました。岸田派として安倍晋三首相の連続参戦を支持する方針も示したということです。総裁選は首相と出馬を準備する石破茂元幹事長の一騎打ちの構図を軸に進むとみられ、国会議員票で首相が優位に立つ情勢となっています。立候補に同じく意欲を示す野田聖子総務大臣は20人の推薦人確保に懸命ですが、支持が拡大していません。岸田氏は立候補を見送った理由について、西日本豪雨対応や北朝鮮問題、対米外交を挙げ、首相を中心に政治課題への取り組みを進めることが日本の安定にとって重要と判断したと説明しましたということです。うん、まあ、これでもうほぼ、うん、安倍総理の参戦はもう確定になりましたね。まあ、そうかもしれませんね。はい、あの岸田さんは、まあ、今の記事には書いてませんけど、あの、はい、安倍総理をが出たら安倍総理を応援するというのに確かそんな言葉は言われたと思いますよね。でもやっぱりある段階まで迷われたんですかね。迷ってたのかどうかはそれは分かりません。あの多分出て、まあ、これ異常な言い方ですけど、出て、まあ、非常に惨敗を喫した場合はですね、やっぱりその自分 の, その将来性にも傷がつく可能性もありますよね。あ、まあ、そういうふうに、ね、あの多分側近の方にも言われたのかもしれませんね。まあ、いろんなことを言った方がいると思うんですけど、ただこれね、あの結果は別としてね、はいはい、僕はあの自民党総裁に選にしても、あるいは別の党の党首選びにしても、はい、僕は政党である以上は絶対に、うん、あの選挙やった方がいいと思います。あ、はい、つまり、そこであの主義主張を戦わせて、そこであの国民にそれをアピールするってことは、政党それ自体が成長することになるんですよ。はい、で僕ね、過去見ていて旧民主党が、あの小沢さんがあの党首になった時に、代表になった時に誰も出馬しなかったっていうことが一回あったんです。なるほど。僕はあれを見た時にね、あ、この政党ダメだなと思ったんですよ。これもう格好の場なんですよ。あの2人でも3人でも4人でも出て、俺はこうなんだと、俺はこうなんだと、今社会はどう考えて、社会の問題をどうやって解決するんだっていうことを盛んに議論してアピールすることが、その政党自体が成長することなんですよ。で将来の党首候補をそこで育てることになるんですよ。でそれをできない政党っていうのは結構ダメなんです。なるほどね。あの時新聞で言われていたのは、小沢さんはそれが不得意なので、彼をトップにするために、はい、あえて立たなかったっていうようなことを言われてたの。もしそうだとしたらこの政党はもう終わるなと思ったら実際終わりましたね。はい、ああいう形でね。そうなんですよ。だからでもあれですね、お言葉ですが、はい、日本共産党終わりませんね。あれはトップはどうやって選ばれてるか全く不明なんですけどね。だから政党として成長しないじゃないですか。一切成長しないじゃないですか。そうですかね。はい、そういうことなんですよ。あの不思議なのが、日本共産党が民主主義を守れ言うて、自分のところの党は全く民主主義じゃないんですよね。そういうことなんですよ。はい、だからそういうあの議論できない政党っていうのは、党内で党首が党首候補者が議論できない政党なんてもうダメなんですよ。そんな政党は、はい、もう民主主義政党とは言えないんですよ。だそういう意味では、まあ石破さんが出て、はい、石破さんがコッパみじんに負けたらいいですよね。まあまあそれはあのどうなろうともいいんですよ。あのだから前いわゆる共産主義国家社会国家が全て独裁になってるのはそういうことなんですよ、はい、それはもう必然なんです。